皆様こんにちは、市川猿之助です。11月は、10月の演舞場に引き続きまして、11月は明治座での公演になります。昼の部は夏姿女団七、これはですね、団七という有名なお芝居がございます。団七九郎兵衛という男性が主人公で、舞台は大阪でございます。これを主人公を女にしまして、舞台を大阪から江戸、しかも明治座がある浜町界隈が舞台となっております。ここで、女の主人公が凄惨な立ち回りをするという、しかも本雨を降らします。舞台に本物の雨が降る、その中でのおとらババとの立ち回り、壮絶な殺し合いですね。ぜひこれをご覧いただきたいと思います。また夜の部は四天王もみじの江戸馬といいまして、叔父の三代目猿之助が過去に復活した狂言で、その時以来の上演となります。昼夜、本当は昼と夜で一つのお芝居ですが、今回はその中で面白いところを抜粋しまして、夜の部だけの通し上演となりますが、達也者御前という一度死んだ人間を現世に呼び戻しまして、この悪女に土蜘の精、蜘蛛の精が乗り移ることによって非常に力を得るわけですね。この悪女が主人公となって大スペクタクルのお芝居を展開いたします。四天王もみじの江戸馬、11月1日初日、そして25日千秋楽です。一人でも多くのお客様に見ていただきたいと思います。劇場でお待ちしております。